はい、皆さんこんにちは。今日はスノ AI の究極の使い方というのをおしゃべりしていこうと思います。もちろんしゃべるだけじゃなくて実践的なことを言います。いろんな YouTube 解説なんかを見ていたら、一番面白くないのは、今までプロと言われる作曲家とか音楽家とかいうような方がスノを解説している、まあ、全員とはもちろん言いませんが、バーッと鳴らして、おお、すごいのができたとか言いながら、1、2分触ってたらですね、これは自由にできないのかとかですね、歌い回しがちょっとおかしいねとかですね、いろんな話をして、そして究極はこれこんな短くって2分までしかできないから、あとはどうするんだ、いや、つなげれるってちゃんと言ってるでしょというようなところをですね、試行錯誤もしないでですね、アマチュアさんが、あ、こんな面白いソフトが出てきたっていうのをですね、レポートしているのと変わらないようなプロの解説者というのがおられるんです。もう最初からですね、こういう AI が出てきたら自分たちのこれからの音楽生活というのが脅かされるというか、そんなイメージがあるのか、しっかりも使わないで、まあ AI ってこんなもんだろう、そういう方が多い。僕ははっきり断言して言います。これからは今音楽 AI ができないいろんなこと、コード進行に従ってできないかとか、ボーカルは1番と2番が同じようなメロディーで作ってくれないか、歌詞はちゃんと音数を合わせて作るからちゃんとやってほしいなとか、そんなこと言わなくったって必ずなるじゃないですか。もう AI というのはそういうものです。画像生成 AI を見てください。最初は指が6本とか7本とかですね、腕が胸から出てきたりとか、そんな風なことしてたんですよ、1年前は。でも今はそんな生成 AI ほぼないですよね。必ず時代は進化します。ですから今までの自分たちの持っている音楽制作のノウハウと、そしてこれからの新しいことを融合してですね、上手に使っていきましょう。では今日お話しするのは、その AI にオケを作ってもらってメロディーは自分で考えてみようというね、まあ少しやっぱり DTMR のことを僕は汲み取って、実は心の中はもうそんなことする必要ないかなと正直思っている部分もあるんです。でもまあ今 DTM をやっている人が案外そういうところの要望が多いのでですね、お話をしていこうと思っています。キーワードになるのは右の方を見てください。夢中にさせる日々と、まあ適当な題名がついてるんですけれども、その下に J-POP、 カラオケ、ノーメロディーライン、こういうふうに書いてあるわけですね。このノーメロディーラインというのが案外重要で、もちろんカラオケというのも重要なんですね。こうすればほとんどメロディーのない音楽ができるんです。あとは自分でメロを入れればいいと、そういうふうな感じで今日はお話を進めたいと思います。じゃあ今どんなのができてるか鳴らしてみますね。
はい、こんな感じです。お尻が切れましたね。お尻が切れても全く関係ないですね。これから皆さんは DAW でつないだり削ったりそんなことをしていくわけですから、どこかタイミングのいいところで切ればいいわけです。あとエンディングがなかったということで、エンディングだけを作ればいいということになります。ですからこのイメージを残したままやりたいので、普通につなぐときと同じようにですね、こうやって Continue from this song、 これをやります。こちらの方に来ましたね。お尻がうまくつながってもつながらなくてもいいです。DAW に持っていけばつなぐことは簡単ですから。じゃあインストゥルメンタルですから、ここはチェックを入れましょう。はい。そしてスタイルオブミュージックなしでもいけるんですけれども、この右側に先ほどのものがあるので、これをコピーして、そしてここに入れておきましょう。ペースとしたらエンディングインストゥルメンタル、このように入れましょう。これでコンティニューをしてみましょう。タイトルは今は適当にやっておきます。 ABC とでもつけておきましょう。コンティニューを押します。はい、できた方から聞いていきましょう。はい、今の場合だったら最後のフィニッシュというのはなかったですので、フェードアウトで仕上げるような曲にすればいいわけです。じゃあ次のパターン聞いてみましょう。君のいた赤い体、ボツの場合はここからムーブトラッシュに捨てましょう。そしてもう一度やってみます。まあ上の方でいけたと思うんですが、もう一個やってみます。はい、これを聞いてみましょう。はい、これも僕の中では OK です。先ほどのとこれと OK にしておきましょう。途中でちょうどエンディングで終われそうな、そんなフレーズになりました。アコで切ったらいいんです。皆さんもおっと思われた方もおられるでしょう。もう一個最後聞いてみます。はい、僕の中では3つとも OK です。じゃあ3つ目のエンディングのようなブレイクがパッとあったこちらの方ですねを選択したいと思います。 Get False Song、 これで前半とつなぎます。はい、聞いてみます。
はい、3分の曲になってますね。2分プラス1分です。2分ぐらいのとこ聞いてみましょう。はい、ここで僕は切ってしまおうというふうに考えているわけです。じゃあこれをオーディオとして書き出しましょう。あとはせっかく音楽が高音質になったので、このオーディオがですね、WAVで保存できたらさらにいいなというふうに僕は考えています。はい、僕のライブラリーホルダーの中にカラオケテストというのを作っておきました。そこにこれを保存しましょう。はい、保存ができましたので、ここからは DAW、 僕の場合はスタジオ1を使いますけれども、それでやっていきましょう。あ、そうそう、 DAW の前に BPM というのを割り出しましょう。このソフトは僕の YouTube にも動画を前に上げてあります。 BPM アナライダーというので検索していただくとその動画が出てきますので、どのようにダウンロードをしたり使っていくかというのはそちらを見てください。今は計測だけやりたいと思います。はい、先ほどスノからダウンロードしたホルダー、そこにファイルがありますので、これをドラッグ&ドロップします。はい、 100.01 となりましたから、ほぼ100でしょう。まあこれでうまくいくかいかないかやってみますね。それではここに読み込みをしましょう。 WAV 形式に変換しています。はい、このファイルには右クリックをしてみるとファイルテンポというのが書き込まれています。これを利用するのにはタイムストレッチというのをかけてあると話がややこしくなります。スタジオ1の場合、追従もしくは追従しない、これを選んでおかないと速さが変わったりします。そしてテンポは100でしたね。それでは曲の頭がどこかというのを聞いてみましょう。はい、ここは先頭から小節が始まります。こうやって大きくしてですね、先頭をきっちり合わせます。今小節にスナップの状態になっていますので、これを外して微調整します。はい、こんな感じで合わしました。ちゃんと良ければですね、後ろの方の小節ででもバッチリ合ってるはずです。ちょっと後ろ行ってますが、これを100に戻してみましょう。はい、100ちょうどにするとちゃんとここに合いましたね。やはり100だと思います。もう一度先頭見てみましょう。はい、先頭のズレもないですね。はい、この辺でも、はい、バッチリです。これは 100.01 じゃなくて100だったということになります。このようにして BPM って測れるんです。ちょっと DAW をやっていない人には難しいかもわかりませんね。じゃあこれでどこをどのように採用するかです。ちょっと聞いていきます。その時に後から見てわかりやすいようにアレンジトラックというのをしまして、何小節目でイントロが終わるか、これを見ていきたいと思います。はい、ここですね。10小節目。まあ実際はですね、ここ1小節ずらしていますので、まあここまで。これをイントロという風にしておきましょう。そして、さっきも言いましたように、ここで一旦終わりみたいになっていましたので、その部分、ここですね。
ここの部分で切りたいと思います。確認だけします。はい、ここで切ります。ちょっとだけ手前で切ります。この余韻がちょっと足りないなとか思ったときは、こういうこともできます。タタターン。はい。これをですね、ここで大きくして切ります。はい。そして、これをですね、伸ばします。あんまり伸ばしすぎるとダメです。オルトを押しながらすると、こういうストレッチができるようになります。そしてこれをフェードかけておきます。ちょっと手前から聞きましょう。はい、いい感じですね。はい、これでエンディング処理ができました。一応つないでおきます。G のキーでつなげます。はい、今度はどこを一番にするかですね。はい、次はちょっと手前から鳴らしてみて、一番がどこまでかというのを判断します。はい、ここでちょっと変わったところがありましたね。はい、ちょうどいいところでこんな感じで切れそうですね。こういう時はここで切ります。そしてこの辺のところからエンディングというふうに考えたいですので、ここでもエンディング部分を切ります。はい、じゃあやっぱりここですね。はい、この部分がエンディングと思ってください。ということは、ここがいらないということになります。そしてこのエンディングはちょっと後ろにやっておいて、ここで切ります。これが1番と思ってくれたらいいわけです。そしてこれをコピーします。はい。そしてここが1番。わかりやすくちょっと色塗りしておきますね。はい。こんな風にしておきましょう。これで1番と2番。になりました。まあ、もっとですね、ある一部分をサビの繰り返しにしようとか、いろいろ考え方はあると思います。まあ、でもこれ最後ここでつなぎます。これでオケが完成しました。次はこれにメロディーをどうやってつけていくかということです。ここまでご理解いただけましたでしょうか。こんな風にできたわけです。メロディーを入れるとき、キーボードとかが上手な人は弾けばいいと思います。さあ、それではここにオーディオ用のトラックを入れました。録音待機状態になっていますね。ここで録音を入れていきます。僕の下手な歌で入れていきます。そしてメロディーを作るということです。ちょっとインプットが大きいようですので、インプットを直しましょう。あ、ちょっと大きいですね。あ。じゃあこのマイク1の方から入れましょう。L の方ですね。はい。ちょうど良くなりました。これで入れていきましょう。ちょっと手前から。皆さんね、間違ってもあまり気にしないことです。後でどうでもできるからということです。じゃあ行きます。
ララ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 ラ。はい、途中音痴になったとこありましたね。まあしゃあないですね。これをミディに直しましょう。コントロール M 押すとメロダインというのが立ち上がって、このように分析ができます。直しをしましょう。今日はそんな細かいところまでやりません。もうすべてを選択しましてですね、僕の悪い音程をですね一気に直してしまいます。はい、こんな感じにやります。一度聞いてみましょう。はい、まあいいでしょう。音痴なのは許してください。そしてピアノの音源を入れたいと思います。はい、こんな音です。下にキュッと引っ張ってくるだけで、これはミディの音符になります。上はもういらないですので、ミュートしておきます。そしてボリュームをちょっと大きめにしましょうか。はい、声の大きかった小さかったもありますので、自信なく歌っているところもあります。こういう時はこうしてですね、もう一回全部を同じ大きさにしましょう。はい、若干だけ僕の歌った音痴をですね直させていただきましたが、こんな感じになったよ。まだおかしいところはあると思うんですけれども、メロディーが乗ったらどんな風になるか、それを聞いていただきましょう。ちょっとメロ大きめにしておきますね。そして伴奏を小さめにしておきます。こんな感じですね。これは D メジャーというキーだというふうな感じで、なるべく修正が楽になるようにここで D メジャーというふうに指定をしてですね、それ以外のところに音符を置けなくするモードにして、そしてこう動かしたりしてみました。これができたらですね、あとは複製でいいわけですから、これをですねもう一つ入れましょう。このように複製しましたから2番からもうまくいくと思います。はい、最初の頭の音おかしいですよね。これ方がいいですね。上側前も、はい、この辺のところもちょっとややこしかったですね。そこは皆さん時間をかけてですね、そしてここにボーカル、これを入れていただいたらいいんではないかなと思います。
もう歌詞入れるところまでは今日は時間の加減上やりませんけれども、例えばこれをつないで、そして MIDI に書き出します。ファイルのメニューで MIDI の書き出しというのをここにします。これでいいと思いますので、これをシンセ V に入れましょう。では今はラーラーラーだけですけれども、一度鳴らしてみましょう。ラーラーラーで歌います。はい、こんな感じで歌を歌うということです。もちろん歌詞があれば歌詞を歌います。どうでしたでしょうか。伴奏というのだけをスノで作れる、これが画期的になりましたので、こんな形で鼻歌をメロディーにして楽曲を仕上げていく、これなら DTM をやっている人、自分の作った曲ですよね。伴奏はスノに手伝ってもらいましたが、曲は自分が作ったものです。こういう使い方も AI が進んでいったとしてもあると思いますし、ただしこういう時間をかけて、まあ今チャッチャッチャーで30分ぐらいでしょうかね、それをやるのか、もうそういうところは AI に任してですね、やってしまうのか、そこはどんな音楽の世界が来るか、僕にもまだ想像はつきませんけれども、僕はAI をかなり便利に使いこなしていこう、そんな風に思っています。今日は長い時間ご視聴ありがとうございました。またねー。